はい、どうも、秘密結社ひがま総帥ハッチーでございます。今回はですね、地方競馬の、まあ、結構大きな重賞ですね、 H2 北海道の、まあ、2番目の格付けの重賞ということになります。栄冠賞の予想をしていきたいと思います。まあ、あの2歳戦ということでですね、まあ、データも少ないんですけれども、まあ、その中でしっかり見ていかなきゃいけないなと。まあ、ここ勝った馬には函館2歳ステークスへの優先出走権が与えられるということで、非常に注目のレースです。まあ、そしてね、この北海道のね、こういうまあ、この栄冠賞からね、エーデルワイス賞とかね、まあ、北海道2歳優勝、この辺りまでは JRA 勢と比べてもダートでは北海道勢が優位に立ったり、まあ、ラベンダー賞がなくなって函館2歳ステークスが早くなってからは、まあ、そこで芝適性を見る時間がなくなったなんていうこともあって、栄冠賞から直で栄冠賞やっぱダートなんで、ダートじゃバーが有利で、まあ、芝馬がね3着4着入って、そこからまあラベンダー賞を構想してみたいな、まあ、そういうパターンがなくなって、ね、なかなか函館2歳ステークスにはつながりづらくなったなんて言われるんですけど、まあ、今年こそね期待してみたいななんていうふうに思っております。まあ、馬券はこんな感じでいきたいと思っております。軸1頭紐4点、またすいません、生まれワイドでという形で、しかも人気サイドを軸にしてしまった感があるんですが、まあ、軸馬こちら6番最大限界からいきたいと思います。まあ、この馬前走前々走とね、まあ、認定2戦をね圧倒的1番人気で、まあ、デビュー戦のね、フレッシュチャレンジこそ勝ったんですけどね、その後のウィナーズチャレンジ、ラジアントエンティに負けてしまいました。まあ、そのせいで今の函館2歳ステークスへの出走ルールっていうのが、栄冠賞1着、あとは、ウィナーズのね、認定ウィナーズの勝ち馬の中から2頭みたいな出走条件になります。そうするとね、最大限界ここ勝たないと函館2歳ステークス出られないんですね。前走先着したラジアントエンティの方は、まあ、ワンチャン出られる、すでに出られる権利があるようなもんというところもあって、こっちの方が勝負がかりなんじゃないかなみたいなね、まあ、そういった意味でこちらを軸にしていきたいと思います。まあ、もちろんね、それ以外にも、まあ、前走の段階での人気順って考えてもね、最大限界の方が、まあ、要は多分調教の動き、その他もろもろの評判が良かったから、まあ一番人気一番人気だったわけでね、一戦ちょっとタイム差なし程度の負け方をしたぐらいで、まあ、評価を覆すぐらいなら、まあ評価を覆すぐらいならというか、まあオッズ差が詰まるんだったらその分今回有利になるかなというような感覚でいきたいと思います。まあ、そしてですね、スティールグレート、まあ、2戦目で認定勝ちということになってしまったんですが、まあなんていうんですかね、このレース栄冠賞を調べてみたんですが、ここ 4,5 年の3着以内の馬ほとんどがね2戦のキャリアを持ってました。まあ、スティールグレートみたいに1戦目負けたっていう馬は確かに多くないんですけども、まあ、そういう意味ではね、2戦走った経験がある、競馬経験が他の馬の倍あるっていうふうに言えるんでね、まあ、そういう意味ではいいと思います。前走のタイムも悪くはなかったですし、初戦で最大限界に負けたことを咎められるんであればね、まあ最大限界だっけ、ラジアントだっけ、どっちか、この辺のねウィナーズ上位組に負けたことが咎められるんであればね、まあ3着争いというかね、その次、まあ、争うというかね、逆転の目はあるんじゃないかなと、まあそんな感じで紐の1点目に拾ってみました。そして8番ハートプレイス、この馬前走ね、デビュー戦でしたけどね、認定をね高度計で勝ちました。まあ、芝でも通用しそうな血統、母父待機シャトルで、あれだったかな、ネオイルバだったかな、こっちが、まあ、そんな感じでね狙ってみたいと思います。そして9番リーチ、まあ、代表参加アドマイア菩薩ですね、オモババの 1000m 戦を高度計と、これもまあグランプリボス3区でしたっけ、8番と9番記憶が入れ替わってるかもしれないですけど、まあ、芝でも通用しそうな血統ですからね、これで狙ってみたいと思います。まあ、そして10番ラジアントエンティ、この馬がね、2戦2勝認定勝ってという中で、まあ、最大限界に先着したと。まあ、もちろんこの馬もまあそのまんまでも一応函館2歳多分出れてしまうということを考えると、まあ逆にここでの勝負ってことで言えば再逆転あるんじゃないかなと。まあ、出なくてもまあ生まれワイドで買う分には最大限界紐で拾っとけば、ラジアントエンティが凡走しなくても馬券一応当たるってか取り紙ってかにはなるかなというような感じで、こういう組み方でいきたいと思います。まあ馬券がね当たってくれることが、でこんな感じでいけるんじゃないでしょうか。まあそんなわけでね、地方競馬の重賞、そしてまあね、JRA のレースもいろいろ細々と2歳戦から見ていきますので、また皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。